日本郵便は今年10月からの消費増税に伴う郵便料金の値上げを発表しました新たな料金は手紙は現在の82円から2円高い84円にはがきは62円から1円高い63円になります手紙の値上げは2014年4月の消費増税以来5年半ぶりはがきは2017年6月以来 2年4ヶ月ぶりとなりますまた U パックも大きさや送る地域によって10円から60円の値上げになります日本郵便は新しい料金に対応した切手やはがきを来月20日に発売します現在使われている62円切手などは9月末で販売を終了します